あなたは日本のレーザー技術力をご存知でしょうか。すでに世界屈指の成果を持っているのです。今回はそんな SF 未来なレーザーシステム技術について詳しく見いきますね。三菱と河合のこの技術力は世界屈指みたいです。護衛艦イスモなどの空撮映像を阻止できる技術があるのです。すぐにでも配備し漏洩防止に使用できます。コスパいい、兵器は海外でも売れるんじゃないかな。日本も同志国には売り出ししてもいいのではないかな。韓国以外はね。まるで SF の世界から飛び出したような兵器が出現しました。三菱重工業と川崎重工業が防衛・セキュリティの総合展示会 DSEI ジャパン2023年3月15日から17日に高出力レーザーを使った車両搭載型ドローン撃墜システムのプロトタイプをそれぞれ出展しました。ドローンの利用はロシア・ウクライナ戦争でもメディアで何回となく報道されています。近年、偵察や地域の情報収集などの軍事目的にドローンを使う事例は確実に増えているようです。ドローンはミサイルで撃墜もできますが、ミサイルは一機あたり価格が高額で、多数ドローンの撃墜に使うのは何とももったいないわけです。一方、レーザーなら電力があれば繰り返し発射できますし、発射時の騒音や火炎がないので、敵から発見されにくいというメリットがあります。三菱重工が展示したドローンについて紹介します。出力 10kW の固体レーザーを使用する撃墜システムで、レーザーには、加工などに使用されている固体レーザーの一種ファイバーレーザーを使います。中核には、キドルイ元素の YB、イッテルビウムをドープ、電化した光ファイバーを増幅媒体として利用する装置となります。レーザーの波長は金赤外域の1マイクロメートル帯で、射程は 1.2km ということです。同社のブースでは、ドローンの撃墜テストの様子を撮影したビデオも流し、実際に撃ち落としたドローンも合わせて展示したそうです。デメリットともなりかねない大気中の水分によるレーザー光吸収の影響に関しては、説明員曰く、ある程度の降雨では大きな問題はありません。ただし、霧やも、矢の影響については今後確認することになっていますということです。三菱重工が開発したシステムを説明します。内蔵している広角カメラと望遠カメラを使って的を絞り、飛行中の物体を広角カメラで捉えると、その画像を AI 解析してドローンを識別します。そして、レーザーと同軸に配置された望遠カメラでドローンを追尾してロックオン、レーザーを発射するということになります。上空を飛行するドローンに、レーザー光を正確に当てることが重要なポイントになるでしょう。そのため、同社は、誘導ミサイル用に開発した画像処理技術を応用しているそうです。ウクライナ戦争では、ニュース映像などで様々なドローンが実戦投入されていることはご存知ですね。これによって、戦場のあり方が大きく変わったと言えましょう。DSEI ジャパンでは、前述のレーザー装置はもちろん、無人機関連展示が注目を集めたと言われます。人的被害を少なくするためでしょう。三菱重工業の担当者によると、この高出力レーザー装置は、車両搭載型で、車内での研究が重ねられてきたそうです。過去2年ほどは、種子島で実証試験を繰り行ってきました。レーザーのように、エネルギーをターゲットに照射して破壊する、指向性エネルギー兵器 DEW は、防衛面からは、コスト面で、大きなメリットがあると言われます。例えば、イージス艦に搭載される迎撃ミサイルは、一発あたり約40億円もかかるのです。これに対して、レーザー兵器は一回照射するのにかかるコストは、電気代数100円程度とされます。電力が続く限り、ミサイルや弾薬の心配もないということなのです。三菱重工業は、社内研究を踏まえて、2021年11月、防衛装備庁と車両搭載高出力レーザー実証装置の研究施策の受注を、契約は8億2500万円で契約しました。2021年度予算で、防衛省は、車載レーザーシステム実証費用として28億円を計上しました。
将来の軽空脅威への効率的な対処が期待される高出力レーザーについて、現在継続中の高出力レーザーシステムの研究成果を活用し、レーザーシステムの車載化を実証するという説明がなされています。防衛装備庁と海自は、2023年10月17日、世界初のレールガン、電磁砲の洋上射撃試験を行ったと発表しました。防衛装備庁が開発を進めているレールガンを艦艇に搭載して実施したということです。防衛装備庁は、この洋上射撃試験の短時間の動画を、X、旧 Twitter に投稿すると同時にコメントを発表。内容は、従来の火砲を凌駕する高速度の弾丸で、空や海上の脅威から艦艇を守るため、レールガンの早期実用化を推進しているというものでした。レールガンについて説明します。レールガンとは電磁砲とも呼ばれますが、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を撃ち出す兵器のことです。従来の火砲は火薬を用いていますが、それと比べると弾丸の初速が大幅に高めることができるそうです。つまり、高スピードが出る兵器ということですね。主な用途として想定されているのが、極超音速兵器ハイパーソニックウェポンズへの対処とみられます。同兵器は、音速の5倍というマッハ5以上の極超音速が出せるので、通常の弾道ミサイルより低い軌道を長時間飛翔し、任意のタイミングで、スピードや高度を変えることができる機動性も持っているそうです。すでに、中国とロシアが、アメリカより、先に第一線部隊に配備しているとか、実質的効果は確認されていないようですが、ロシアは、ウクライナ戦争で、史上初めて実戦で使用したと推測されています。極超音速兵器は、その高スペックゆえに、既存の防衛システムを突破する可能性のある大きな脅威とみなされ、世界各国が対応すべく技術開発を急いでいるとのことです。極超音速兵器の弾道のイメージを紹介しますね。弾道ミサイルは、発射後、高度 100km までの大気圏を越え、放物線を描きながら目標地点に着弾します。一方の極超音速兵器は、発射後上昇し、高度20から 80km 付近の低高度を変則軌道を描きながらターゲットに到達するということです。防衛装備庁によると、極超音速兵器に対する防衛では、迎撃側も極超音速で、会合点に向かって飛翔することが重要とのことです。レールガンは高速化のポテンシャルが高いので、火砲と比較して長い射程にも対応できる兵器です。例えば、アメリカの先行研究によると、200km 程度の射程も可能と見ているそうです。プラスのメリットは、誘導弾と比べて弾丸サイズが小さいので、探知、迎撃されにくい、発射薬がないので安全に運用できるなどです。そういった点から、対極超音速兵器として有効であると判断したとみられます。今から30年以上前の1990年、平成2年に、防衛装備庁は小型レールガンの基礎研究をスタートし、2021年までに、口径 40mm の中型レールガンの試作を完成させました。この試作では、火砲としては、高速な戦車砲の 1750m 秒を上回る弾丸初速 2000m 秒以上を目標に設定したそうです。すでに、2297m 秒約マッハ 6.6 の初速で、約 320g の重さの弾丸を発射できる能力を示しています。現在は単位ですが、実戦で必須となる連射や弾丸の飛翔時の安定性などの要素技術の確立が目標ということです。なお、今回洋上射撃試験に使用したレールガンは、研究試作をした口径 40mm のものとは別物と思われます。あくまでも憶測ですが、艦艇に搭載できる小口径版を開発した可能性も考えられます。これについて、防衛装備庁はノートコメントとしています。理由としては、射撃試験の細部やレールガンの使用を明らかにした場合、試験の規模やレールガンの能力が推測される恐れがあるためと言っています。無人攻撃機、ドローンを
遥かか彼方から撃ち落とす時代になり、効率的ではありますが、手を汚すという自覚なしに、他人の命を奪えるようになったわけです。顔も名前も知らない人をボタン一つで殺してしまうというのは、なんとも恐ろしいものではないかと思うのはセンチメンタルなのでしょうか。マゲジ、魔の基地化が、早くも、着工から1年半と経ち、驚異の変貌を遂げているのをご存知でしょうか。今回は、このマゲ島着工1年半を詳しく見ていきますね。やっぱりと言うべきでしょうか。人手不足で、スケジュールに遅延が生じているのも事実です。本当に人がいないんですよね。2024年秋完成に間に合わない状況です。AI 重機など投入してみてはどうでしょうか。この2024年7月で、鹿児島県の離島である馬毛島に対する建設工事、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその着工から、1年と6ヶ月が経過したことになるのだが、この工事の遅延が起きているのではと危惧する声が上がっている。自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される建設工事は、まず、他の様々な設備に先駆けて滑走路を整備する計画となっており、当初のスケジュールによれば、今年2024年の秋には、完成するものとして開始されていた。この滑走路の完成が、現時点で、2024年秋を目標としてきた計画より遅延するのではないかという声は、工事を請け負う事業者側が、建設業界の人材不足の影響から、予定していた人員数を確保できていないとの見立てから発せられている。これまでの防衛省側の見解では、2024年2月時点で、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称されるその建設工事には、およそ6000名ほどの人員が投入されると説明されていたが、2024年6月末時点で、その数の6割強しか達成されていないためだ。昨今の日本においては、今年2024年早々の能登半島地震発生に伴う復旧工事や、来年2025年に開催予定の大阪万博の会場設備工事等々、日本全体で、こうした工事に従事する現場の人手不足が叫ばれて久しい状況ではある。ことに、能登半島地震発生に伴う復旧工事は、いつ発生するかは、予測の範疇を大きく超えた災害であったことから、自衛隊の仮称、馬毛島基地と呼称される、その建設工事への影響を事前に想定しておくことが困難だったことは想像に難くない。ただし、個人的には、自衛隊の仮称、馬毛島基地の建設工事は、近年悪化の一途をたどっている日本の安全保障環境を自力で改善しようとする試みの一つであり、なんとか優先順位を上げて取り組んでいただきたいとは感じてしまう。そもそも、自衛隊の仮称、馬毛島基地とは、いかなるものなのかかといえば、まず馬毛島そのものの地理的な位置、環境から振り返って考えてみることが、その重要性を認識する上では、欠かせないポイントになるだろう。馬毛島は鹿児島県の離島群である大隅諸島に含まれる一島であり、大隅諸島とは種子島や屋久島、口の選ぶ島といった島々からなり、この中で馬毛島は種子島の西方海上をおよそ 12km ほどの場所に位置している。このため、行政の区分において馬毛島は種子島の北部の西の表市に属しており、総面積は 8.20km。周囲の海岸線長は 16.5km。標高は、最大でも 71.7m しかなく、総じて平坦な地形となっている。馬毛島を含む大隅諸島は、北側に、日本の特定海峡である大隅海峡があり、同様の、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、
宮古海峡と並ぶ日本の国防上の要所であり、特に近年は南西諸島防衛の上で重要な意味を持つと考えられる。急激な経済的発展を背景に、軍事力の拡張を続ける中国は、海軍戦力の増強も著しく、それらの艦艇が太平洋方面へと進出するためには、大隅海峡や宮古海峡を通過する必要があるため、この地域の重要性はますます高まっている状況である。自衛隊の仮称、馬毛島基地が同等に完成すれば、中国による警戒、監視や様々な工作も想定されるが、逆に日本側も滑走路の整備により、航空戦力や港湾の整備によって、海上戦力の拠点とすることが可能となる。現在は、こうした情勢下で、その地理的な位置の重要性も高まっている馬毛島だが、かつて、太平洋戦争時までは、大日本帝国海軍の防空用の監視所が設置されていた程度で、ほぼ無人島の状態が長らく続いていた。その後、1950年代に入り、馬毛島には、民間人の開拓団が入植を行い、サトウキビの栽培や酪農を行うようになったが、もともと平坦な道東には河川がなかったために、水の確保が容易ではなく、農業や酪農も採算が合わず、1980年には無人島に戻った。これと並行し、1975年には、当時の平和相互銀行が、投機目的で馬毛島を買収したが、それは、高度経済成長の最中である、日本人の余暇の過ごし方を見越し、同等に海洋レジャー施設を建設して、そうした需要を取り込む意図があったようだ。ただし、この馬毛島の海洋レジャー計画は、軌道に乗らず実行に移されることはなく、代わりに、こうした民間用の施設としてではなく、日本国が設置、運営する石油備蓄基地の一候補地に名が上がり、そうした官営用途への転用が起訴された。しかし、この石油備蓄基地も、同じ、鹿児島県の志布志湾内に設置されることとなったために馬毛島は捨て置かれたが、1983年には、右翼の人物を通じて、所有者である平和相互銀行に、馬毛島を自衛隊のレーダー施設の用地として国に売却する計画がもたらされた。平和相互銀行は、この話を実現すべく、政界に不正な資金を渡す工作に及んだが、これが馬毛島事件と呼ばれる汚職事件地として発覚してしまい、すでに経営状態が悪化していた同銀行は、これを機に、当時の住友銀行に吸収される形で消えた。一方の馬毛島自体は、平和相互銀行が、その活用を行うために設立した馬毛島開発株式会社が所有していたが、1995年に、東京の立石建設が、やはり、投機目的で、この馬毛島開発株式会社を買収、その後に、会社名をタストンエアポート株式会社へと改めた。馬毛島開発株式会社時代より馬毛島はわずかに、西之表市の所有する部分がある程度で、大半が、同社の所有下にあり、これを引き継いだタストンエアポート株式会社も、具体的な島の開発はほとんど行わず、公的な用途への土地の貸借や売却を狙っていたと思われる。そうした公的な用途としては、宇宙開発の一環としての機体の着陸場、原子力発電所から生じる使用済み核燃料の中間貯蔵を担う施設等への利用が取り沙汰されたが、これらも具体化することはなく、馬毛島は、事実上宙に浮いた状態だった。こうした状況に変化が生じたのが2007年のことで、小笠原諸島の硫黄島に変えて、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際の、その艦載機の FCLP 空母艦載機着陸訓練の実施場所の候補地として、マスメディアによる報道がなされた。FCLP 空母艦載機着陸訓練とは、入港したアメリカ海軍の航空母艦が出港するにあたり、その空母艦載機の搭乗者が必要とされる資格を回復するために行われる訓練のことで、端的に言えば、搭乗者の技量の維持を図るものと言えるだろう。この FCLP 空母艦載機着陸訓練は、1973年から青森県の三沢基地、山口県の岩国基地で開始され、1982年以降は、主として、
神奈川県の厚木基地で実施されていたが、騒音が問題となり、1993年からは小笠原諸島の硫黄島で行われている。しかし、アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に駐機場所となっている厚木基地から硫黄島まではおよそ 1200km、 また岩国基地からも同 1400km と距離があり、アメリカ側から代替地の確保が要求されてきた。このことから FCLP 空母艦再起着陸訓練の実施場所を馬毛島にできれば、その距離は岩国基地からであればおよそ 400km ほどと3分の1以下に短縮が可能であるため、2010年頃より防衛省浜毛島の活用に前向きな姿勢であることが明らかとなる。そこから実際に防衛省国側が馬毛島を購入する至る2019年末までにはタストンウェアポート株式会社の対応にも紆余曲折はあったものの、結果およそ160億円で馬毛島の買収は決着。今の仮称馬毛島基地と呼称される開発へと進んでいる。もともと在日アメリカ軍の FCLP 空母艦再起着陸訓練の実施場所として見出された馬毛島ではあるが、現状硫黄島で実施されている FCLP 空母艦再起着陸訓練は1回あたり準備期間も含め1ヶ月程度が年2回ほどの頻度で行われている状況である。したがって仮称馬毛島基地が完成した場合、大半は自衛隊による訓練の拠点としての活用が可能であり、南西諸島の防衛力の強化に向けた大きな力になるものだと個人的には期待している。今、まさに、護衛艦、加賀の F-35B 戦闘機認証テストと日本の防衛力の強化が進む中、今回は、護衛艦、加賀の太平洋での洋上拠点化運用想定を詳しく見ていきましょう。中国の脅威が拡大すると同時に、経済が破綻していっているおかげで、日本の対中国の防衛力強化は、ギリギリのところで間に合いそうだ。現在の海上自衛隊において、最大にして、最強の護衛艦である、いずも型ヘリコプター護衛艦のいずもと加賀では、広い全通飛行甲板を活かし、固定翼機をすとぶる、垂直短距離離着陸方式で運用する空母として生まれ変わるための大改修が進められている。いずも型護衛艦の公開初言は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、最大幅 38.0 メートル、水深幅 29.6 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水 7.3 メートルの規模で、呉では、加賀が大きな存在感を示している。改修前の出雲型護衛艦は、ヘリコプター搭載護衛艦として、SH60 キロ哨戒ヘリコプター7機、MCH-101 輸送救難ヘリコプター2機が搭載されていて、運用可能なヘリコプターの最大搭載数は14機とされていたが、空母改修後は艦載機として固定翼の F-35B ライトニング2を搭載するため、その場合には10から14機程度を運用するようになるらしい。 F-35 とはアメリカのロッキード・マーティン社が生産している第5世代ステルス戦闘機として開発された単発短座の多用途戦闘機のことであり、コンピューターによる情報統合が進められていて、パイロットのヘルメットディスプレイによって全周囲視界が実現されている。当初から多用途戦闘機として開発されたため、
対地攻撃能力や電子装備の充実度に関しては、同じ第5世代ステルス製空戦闘機である F2 にラプターを超えると言われており、さらに、同一の機体構造を有する A 型通常離着陸機型と B 型垂直短距離離着陸機型及び C 型環状機型の3タイプが存在していている。このような野心的な設計の機体であるため、開発計画時の名称である統合打撃戦闘機ジョイントストライキファイターの略称 JSF とも呼ばれる。出雲、片護衛艦での運用が予定されている B 型の F3-5 はストブルと呼ばれ、滑走を必要としないヘリコプターのような垂直離陸、あるいは短距離での離着陸が可能な固定翼機である。その際には、エンジン後方にある排気ノズルを折り曲げて、下方にジェット噴射を行い、排気ノズル付近の機体後方下部に装備された2枚扉を開けてから、排気ノズルを下方に向ける形だ。また、エンジンから伸びるシャフトに関しては、クラッチを介して前方にあるリフトファンを駆動し、機体前方操縦席直後の下部にある2枚の排気ダクト扉を開けて、下方向への推力を得る。その際には、機体前方上部にある吸気ダクト扉も開放されるが、こちらは、後方ヒンジによる1枚扉となっていて、コックピットのキャノピーの形状は A 型や C 型と違い、胴体背部にリフトファンを装備している関係から B 型では盛り上がっているために、バブルキャノピーと呼ばれる完全な水滴型にはなっていない。リフトファンの吸気ダクト扉後部には、2枚扉のエンジンの補助インテークがあり、低速となるストブル飛行時でも、エンジンに対しては、十分な吸気を行えるようになっているようだ。また、主翼の内翼部中央下面には、エンジンの圧縮機から抽出される空気を利用して、垂直離着陸時やホバーリング時に、機体の姿勢を安定させるためのロールポストが装備されている。このリフトファンから噴出される空気は熱せられていないため、エンジン後部排気口から発生する高温かつ酸素不足の空気流が前方へ流れないようにして、エアインテークから再度エンジンに入り込むことを防ぎ、ホバーリング時においても、高いエンジン運転効率を維持することができる。防衛省では、F-35B を42機調達する計画で、2024年度には、最初に導入される6機を宮崎県にある新天原空自基地に配備する予定で進めており、およそ110人体制で、F-35B の機体を運用する飛行隊を同基地に発足させる。この F-35B 飛行隊の陸上基地として、宮崎県の新田原基地が選ばれたのには理由があるようで、出雲にしても加賀にしても定期整備を受けるためには、艦載機を陸上基地に降ろす必要があり、その艦載機のパイロットは、長さが300メートルにも満たない空母の飛行甲板での高難度な発着艦技量の低下を防ぐために、一定の頻度で空母艦載機の発着訓練を行う必要があり、その間に、陸上の飛行場での訓練が必要となるためだ。米海軍では、その訓練を、陸上空母離着陸訓練、フィールド、カリー、ランドイング、プラクティス、FCLP と呼んでおり、陸上滑走路を、空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返すのだが、現代の空母艦載機は、24時間体制で出撃することが想定されているため、米海軍空母艦載機パイロットには、夜間、離着陸訓練の実施が義務付けられている。この訓練が、日本では厚木基地、横田基地、三沢基地、岩国基地などで実施されていたが、これらの基地の周辺には、民家や住宅地が多く、FCLP は、夜間も実施されるために、住民の反対による問題となっていた。現在では、米空母ロナルド・レーガンが横須賀基地に入ってくる際は、第5空母航空団の F-A18E、FEA18GA-E2 などが岩国基地に駐留することが通常運用となり、FCLP 訓練は、硫黄島基地での運用が困難な時にだけ、三沢、横田、厚木、岩国で代替運用される。しかし、硫黄島基地は、岩国基地から約 1400km も離れていることを理由に、アメリカ側からの移転要請があり、日本政府と防衛省は、岩国から約 400km にある鹿児島県の馬毛島に FCLP 訓練を移転することを決定し、2023年1月12日から基地建設工事が開始された。
出雲、片空母に艦載される空自の F-35B 飛行隊は、有事の際には、アメリカの原子力空母や強襲揚陸艦などでの発着艦も想定されるため、事前に、米軍の FCLP を実施していることが必要であり、客観的に見ても、馬毛島に近い宮崎県のニュータバル基地への配備は都合が良いと言える。F-35B は、前輪も後輪も通常離着陸をする A 型と同じ構造であり、滑走路があれば、通常の滑走距離をとって離着陸する CTOL としての運用もできるし、那覇基地をはじめとする沖縄本島南西諸島にある核飛行場への展開も可能となるため、有事の航空戦力の増援として送ることができる。その際、中国側から先制攻撃を受けて、滑走路が使用不可となっていても、ストブルとしての運用が可能であり、飛行場が限られている南西諸島においては、非常に有効な戦力となること間違いなしだ。そのため、空自では、F-35B を、出雲、型護衛艦上での運用のみにこだわることなく、南西諸島において、F-35A や F-15J が、短い滑走路しかなくて離着陸不可となるような小さな島嶼でも離発着が可能な固定翼戦闘機として使用可能であるとして、南西諸島などの島嶼防衛戦における有効な戦力として期待が高まっている。ただし、出雲型空母は日本の国会で野党から出雲型の空母化改修によって日本が戦闘機を運用する攻撃型空母を保有することになるとの指摘を受けていたが、空母支持の与党や防衛省は、米海軍の原子力空母のような攻撃型空母には当たらないから問題ないとの姿勢を示していた。軍事専門家などの間でも、出雲型のスペックだけを見て攻撃型空母に該当するかどうかの議論には意味がなく、それはどのように運用するかが大事であり、現在の日本が他国を侵略する意思を持たないことが明白である以上、問題にする必要もないと言われている。また、出雲型護衛艦には戦闘艦としての機能のみならず、輸送艦、補給艦、病院船などの機能も付与されていることから、日本国内外の災害時に救援艦として派遣することもでき、攻撃型の戦闘機を搭載できるからという理由だけで攻撃型空母であると決めつけるのは間違っているでしょう。